今週の週刊の唯一の当たり枠。やっぱね、ムシアラのドリブルはヌルヌルしてていい。特に変な意味じゃないよ。やっぱね、ムシアラといえばこのドリブル数値の高さ。週刊でもね、全部の数値92以上っていうのはやっぱすごいね。バイエルのね、ビッグタイムのムシアラ使ってても思うんだけど、なんか前の突破がやりやすいかな。相手ディフェンスが体寄せてきてもなんかぬるっと前に行っちゃう感じがムシアラ。スピシュンが87-91と、まあ、超爆速ってわけじゃないんだけど、しっかりと速いと。今回ね、週刊ムシアラ当てられなかったので、リスナーさんの動画提供でお送りします。このドリもさ、なかなかえぐいよね。もう一人で持っていって最後決めると。グランダーパスの数値もちゃんと90に超えてくるから、まあそりゃ強いんだけど、過去のムシアラと比較するとこんな感じ。バイエルンとか、まあ2列目週間のムシアラ持ってる人からしたら正直いらないかなって思うんだけど、初ゲットの人からしたら超当たり。ただちょっとね、他の週間の選手が渋いから、まあわざわざムシアラのために引くかっていう。個人的に引くんだったら CL ガチャの方がおすすめ。おすすめの育成はなし。